今日はお医者さんセットを使ってお医者さんごっこをするよ。お医者さんセットの中身はじゃじゃじゃん、こちらです。体温計と注射器、喉の奥を見るライトとお腹をポンポン見る聴診器だよ。こんにちは、お願いします。はい、こんにちは、花ちゃんですね。名前を呼ばれるまで少し待っててください。花ちゃんどうぞ。はい、お願いします。はい、じゃあこちらに座ってくださいね。今日はどうしましたか？今日はお腹が痛いので来ました。お腹が痛いんですね。それではお腹をちょっと見せてください。まずは聴診器でポンポンしますよ。ポン。あ、やっぱりお腹が痛いですね。お熱はどうかな？あ、お熱ちょっと高いみたい。38度8分だって。次は喉の奥を見てみます。お口を大きく開けてください。あーん、喉の奥もちょっと赤くなってますね。早く治る注射を打ちましょう。すぐ終わるから大丈夫ですよ。じーくん。はい、もうおしまいです。とってもよく頑張りましたね。最後はお薬を渡しておしまいです。はなちゃんはお熱を下げる薬と、あとは喉の赤いのを治すお薬、そしてお腹の痛いのを治すお薬ですね。はい、お待たせしました。夜寝る前に飲んでください。はい、ありがとうございました。お大事にしてください。みんなはお医者さんに行ったことあるかな？風邪ばい菌に負けないように手洗い、うがい、毎日しっかり頑張ろうね。それじゃあバイバイ。こんにちは。私はチャレンジ園の犬子先生よ。今からこの幼稚園のバスに乗ってみんなをお迎えに行くわよ。みんなちゃんと準備してるかな？しまじろう、幼稚園の準備するわよ。はーい、おはよう。朝起きたらトイレに行こう。ミミリン、朝よ、起きて。はーい、おはよう、お母さん。朝起きたら手を洗ってご飯を食べよう。朝だよ、起きて起きて。もうちょっと寝たいな。いただきます。もぐ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 。あー、おいしい。ごちそうさま。次は幼稚園の制服やカバンの準備をするよ。お着替え一人でできちゃうよ。それでは幼稚園バス出発。まずはミミリンちゃんのお家にお迎えだよ。おはようございます。おはようございます。さあ次はしまじろうくんのお家にお迎えに行きます。しまじろうくん待ってるかな？あ、いたいた。しまじろうくん、おはようございます。先生、おはようございます。さあ、
最後はトリッピーのお家です。おはようございます、トリッピーくん。先生おはようございます。出発。さあ幼稚園はもうすぐです。ピー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 、幼稚園に到着。さあ今日も元気いっぱい遊びましょう。わーい、幼稚園って楽しい。電車で遊ぶの楽しい。トリッピーもしまじろうと一緒に遊ぶの楽しいな。ミミリンは絵本を読むのが大好き。はい、みんな、そろそろお弁当の時間ですよ。お片付けをしてトイレに行って手をきれいに洗いましょう。はい、ミミリン絵本片付けよっと。僕もっと遊びたいけど我慢して片付けよう。おもちゃはここの棚に片付けるんだよ。やだよ、トリッピーもっと遊びたいのに。また後で一緒に遊びましょう。さあトリッピーも一緒にお片付けしよう。わかったよ、お片付けするよ。みんなとってもお片付け上手、素敵だわ。よし、お片付け終わったからトイレ行こうっと。僕もう上手に一人でできるんだ。トイレに行ったらしっかりトイレットペーパーで拭こうね。トイレットペーパーの使いすぎはダメだよ。そしてちゃんと流す。ミミリンも上手にできるよ。みんなは一人で上手にできるかしら。トリッピーも一人で行くの怖かったけど最近一人でトイレに行けるようになったんだよ。ほら上手でしょう。トイレに行ったら手もきれいに洗おうね。ゴシ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 、手をしっかり洗ったらタオルで拭くよ。順番が回ってくるまで上手に並んで待てるかな。きれいに手を洗ったらお弁当を出して準備をしよう。それでは食べる前にみんなでお弁当の歌を歌いましょうね。いくわよ、せーの。お弁当お弁当嬉しいな、何でも食べましょよく噛んで、みんな揃ってご挨拶。それでは美味しくいただきましょう。手を合わせていただきます。いただきます。わあ、ミミリンの好きなトマト入ってる。あむ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 、おいしい。あ、僕の好きなハンバーグもある。いただきます。あむ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 。あれ、僕が苦手なグリーンピースがあるぞ。あむ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 、ごっくん。うわーい、僕食べれたぞ。みんなはお片付けをしたりトイレに行ったり手を洗ったり一人でできるかな。できないお友達がいても大丈夫。これから少しずつ練習していきましょうね。それではまた島次郎のチャレンジ園遊びに来てね。バイバーイ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。おいしいおやついかがでしょうか。あ、こんにちは。いらっしゃいませ。
どうぞ。こちらにはアンパンマンのチョコレートもありますよ。じゃあこれ。はい。これ。はい。こちらにはグミもあります。飴もおすすめですよ。これ。はい。で、そしてこれ。ミミリンもですか。そして、他いかがですか？たくさん買いますね。それも買っていくんですか？うわー、棚がなくなって空っぽになりそう。まさかこのお客さん全部買っていくのかな？全部買ってくんですか？うわーすごーい。こちらも全部お買い上げですか？こんな、わー袋にいっぱい。じゃあお手伝いしますね、どうぞ。ザラ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 、わーピッピカピカ。あとグミが2つあります。いかがですか？わー、こんなに空っぽになってる。それではお会計失礼します。ピッ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 。全部で950円になります。はい。あ、はい。ちょうどお預かりしますね。チャリンチャリン。お品物です。ありがとうございました。気をつけて持ってってくださいね。ありがとうございました。さよなら。さよなら。こんなにいっぱい売れちゃった。お腹すいた。サンドイッチ屋さんに行ってみやった。こんにちは。いらっしゃいませ。うわ、元気なお店屋さん。サンドイッチください。はい。じゃあメニューがこちらです。はーい。あ、かわいいメニューありがとうございます。わー、いっぱいある。どれにしよっかな。あれ？こっちにもスペシャルメニューだって。ちょっと見てみよう。スペシャルサンド。何が出るのかはお楽しみ？わー、なんだかワクワクしちゃう。おすすめはスペシャルサンド？あ、これって間違いですか？スペシャルサンドかな。あ、形サンドと、ん？何何何？あ、スペシャルサンドだった。よかった。形サンドか。あ、形サンドもおすすめなんだな。でもやっぱりこの何が出るかはお楽しみが気になるな。これにしやった。すいません。はい。スペシャルサンド一つください。はい。楽しみ。じゃあお願いします。はい。できたら呼んでくださいね。はい。じゃあ作ります。はい。くれるのかな。せーの。じゃあまず下で卵を入れてケチャップつけて、それからジャムつけてマヨネーズ入れてピーマン乗せてトマト乗せて、あ、違う、ピーマンじゃなかった、なんだ、パプリカ、あ、そう、パプリカ乗せて、ピーマン乗せて、ハンバーグ乗せて、ぐるってやって、なんかすごいのができそうだな。そして楽しみだな。
わあ、たっぷり塗ってる。塗って。すごい。で、つけて。お、サンドされました。で、まだあるみたいだよ。これを塗って、これをつけて、これを塗って、これをつけて、できました。わーい、お待たせしました。はーい。うわー、崩れたよ。すごい、見て見て、スペシャルすぎる。僕のお顔よりもなんか高いみたい。わはい、あ、お店屋さんの声で崩れちゃった。おいしそうなサンドイッチありがとうございます。あ、おいしくいただきますね。はい、いただきます。あーも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 ー、おいしかった。みんなも素敵な楽しいサンドイッチ屋さんに遊びに来てね。来てね。それじゃあバイバイ。バイバイ。それじゃあまた来ますね。はい。ごちそうさまでした。今日はマルリンの誕生日。プレゼントとケーキを買っていこう。ケーキ屋さんはどこかな。次はマルリンのプレゼント。おもちゃ屋さんはどこかな。あ、あったあった。マルリンにはこのクマのぬいぐるみにしよう。ぬいぐるみください。ありがとうございます。大きなぬいぐるみと大きなケーキ、どうやって持って帰ろうかな。ここは配送センターです。ご希望の場所までいろんなお荷物を届けますよ。あ、あんなところに配送センターがある。そこでお願いしよう。こんにちは。こんにちは。何かお届けしますか。はい、このケーキとクマのぬいぐるみをマルリンのお誕生日会の場所までお願いします。はい、かしこまりました。トラックに乗せて運びますね。先にお誕生日会場でお待ちください。やったー、ありがとうございます。お願いします。ここがマルリンのお誕生日会の場所。ここで待ってよっと。お兄ちゃん、この2つのお荷物をお届けお願いします。 OK、 この2つだね。まずはこの2つをしっかり箱に入れるよ。よいしょよいしょ。これで OK。 そしてトラックに運ぶよ。よいしょ。まずはぬいぐるみを乗せて、その上にケーキを崩れないように乗せます。よし、場所はマルリンのお誕生日会場。僕が運転していくよ。よいしょ、出発。よし、安全運転で届けるぞ。あ、もう少しかな。あとちょっと。荷物落とさないで運べるかな。
頑張るぞ。よし、お待たせしました。あ、ありがとうございます。はい、こちら頼まれていたものです。ありがとうございました。はい、またご利用くださいね。それじゃあ僕はまた戻ります。遠くまで頑張って運んだぞ。喜んでもらえてよかったな。よし、あともうちょっと頑張るぞ。到着。お兄ちゃんお帰りなさい。お仕事お疲れ様でした。はい、マルリン、お誕生日のケーキだよ。そして私からもお誕生日おめでとう。わーい、みんなありがとう。みんなも荷物がいっぱいあるときは僕たちの配送センターにお願いしてね。それじゃ、バイバーイ。生き物観察号で遊んでみよう。まずはじめにスイッチを入れます。よいしょ。そしてこの緑のボタンを押します。するとここにカードが入れられるんだ。今日のカードはこちら、ダンゴムシ、わらじ虫、アゲハチョ、モンシロチョ、カタツムリだよ。まずは一番のダンゴムシから入れてみよう。カードを入れて、ダンゴムシゲット。よし、ダンゴムシをゲットしたよ。この観察ボタン押してみるね。敵に襲われそうな時、丸まるよ。うん、そうだね。触ったりするとくるんで丸まるんだよね。赤ちゃんも丸まるよ。うん、知ってる知ってる。ちっちゃい赤ちゃんもコロンって丸まるんだよね。よし、この調子で次はわらじ虫について観察してみよう。カードを入れて、いくよ。ゲット。ダンゴムシに似ているけれど丸まらないよ。そうそう、最初はわらじ虫もダンゴムシかなって思ってたけど丸まらないんだよね。お尻に2本の尻尾が出ているよ。え、そうなの？お尻に2本。あ、本当だ。2本ピョンピョンって尻尾がある。知らなかった。みんなもわらじ虫見つけたら観察してみてね。それじゃあカード出すよ。じゃあカードを抜いてからクイズボタンを押そう。次は3番目、アゲハ。アゲハって綺麗だよね。よし、観察しよう。黒と黄色の羽に青や橙色の模様があるよ。そうだね、綺麗な模様だよね。幼虫はみかんの葉っぱを食べるよ。え、そうなの？みかんの葉っぱ食べるんだって。みかんの葉っぱを食べるなんて知らなかった。よし、次は
モンシロチョ。いくよ。カード入れて、モンシロチョをゲットできるかな。モンシロチョゲット。よし、ゲット。羽が白くて黄色や白の花によくいるよ。ああ、そうだね。黄色い花好きなんだ。この写真の花も黄色だね。菜の花かな。幼虫はキャベツの葉っぱを食べるよ。へえ、モンシロチョウの幼虫はみかんの皮じゃなくてキャベツの葉っぱなんだって。キャベツ僕も好きだよ。よし、次は最後、カタツムリゲットしてみるよ。いきます。カタツムリゲット。オッケー。渦巻きの殻を持っているよ。そうだね、ここにぐるぐるぐるって渦巻きの殻がついてるんだよね。食べたものと同じ色の糞をするよ。え、そうなの？うんちの色、食べたものの色なんだって。今度観察してみよっと。雨が降るとよく僕のお家の近くにもカタツムリが遊びに来るんだ。みんなのお家はどうかな？ぜひ今度見つけてみてね。今日はこの生き物観察号でダンゴムシ、ワラジムシ、アゲハ、モンシロチョ、カタツムリについて観察してみたよ。まだまだたくさんのカードがあるから、今度は他のカードでも一緒に観察してみようね。それじゃあまた遊ぼうね。バイバーイ。今日は落ち葉で遊ぶよ。たこ焼き店長、どいと。たこ焼き鑑定。たこ焼きですか？おいしそう。あ、これ爪楊枝ですね。はい。いただきます。よし、爪楊枝で。パスッ。おお、あも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 。ところにたこ焼き入ってたよ。ほら、まん丸でコロコロ。おいしそう。あむ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 。ほらほら、雪。え、雪？寒い寒い。パラパラパラ。雪が降ってきたみたい。葉っぱの雪が。パラ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 。わあ、大きな雪。雪ってことね。わあ。わかった？あれ、雪になった、ひらひらひら。わ、雪がお顔に。冷たい冷たい。わあ、ここハンモックだ。雪ハンモックってことだ。雪のハンモック。おやすみなさい。おやすみ。もうちょっとその時にいっぱいつくだ。わあ、落ち葉の笛ってなんだか気持ちいいな。ねえねえ、何作ってるの？今ね、落ち葉のお家作ってんの。落ち葉のお家？素敵。わあ、わあ、風で飛ばされる。気持ちいいな、はなちゃん。はい、やった。ハマく。わーい、僕たちのお家ができたぞ。これを探して。僕と花ちゃん、どこだ？この葉っぱの中で。葉っぱの中にいるの？うん、花ちゃんとしまじろう、どこかな？この辺かな？あれ、いないな。こっちだよ。
子、この辺から声出したかな。あれー、いない、全然見つからない。あ、いたー、見つけたー。わあ、見つかっちゃったー。上手に隠れてたでしょー。ワンちゃんたちのお世話をするよ。まずはみんなにご飯をあげよう。お腹が空いている子はどの子かな。あ、このワンちゃんお腹が空いてるみたい。ワンちゃんにご飯をあげよう。ご飯はこっち。ワンちゃんだからうさぎさん、猫ちゃん、ハムスター。ワンちゃんはここだね。そしてこのレバーを動かします。カッシャン、ほら餌が出てきたよ。よいしょ、こんな感じです。ワンちゃんの大好きなお肉出てきたよ。これをワンちゃんにあげます。お待たせー。よいしょ、はい、ワンちゃんどうぞ。パッタン、いっぱい食べてね。よし、じゃあ次の子も餌をあげるよ。こっちの子はお腹がいっぱいみたいだな。他にはどうかな。あ、この子お腹空いてるみたいだよ。あ、見て見て、この子トイレでうんちしてる。ご飯の前にきれいにしてあげよう。今きれいにしてあげるからね。ワンちゃん、よしよし、ほら見て見て、臭そう。これをきれいにするよ。このうんちがついたシートをきれいに取って、はい、新しいと持ってきたよ。よいしょ、じゃん、きれいになった。もう臭くないよ。はーい、ワンちゃん、お待たせ。よし、また餌を持ってこよう。はーい、お待たせです。おいしいお肉だよ。よいしょ、召し上がれ。いっぱい食べてね。ペットショップっていろんな動物がいて、なんだかワクワクしちゃうな。今日は僕とミミリンで一緒に宝物探しゲームをするよ。あれ、もう一人一緒に遊ぼうって約束してたんだけど、いないな。やったね。来た、一緒に遊ぼう。いいよ。じゃあ僕はこちらチーム私はこっちチームよ。どっちからやる？しまじろう。 OK、 じゃあしまじろうどうぞ。いくよ。いいよ。3、2、1。右から一番右、一番右、一番右は何のカードだったかな。1枚いける。お、宝物が1枚いけるみたい。ここ3、2、1。あ、指輪、指輪だったね。もう一回見てもいい？いや、あら素敵な指輪。じゃあ次はミミリンチームいきます。じゃん、左から4番目。左から 1、2、3、4 番目いくよ。せーの、じゃん、やったー。ミミリンも一
じゃん。わあ。お金だ。お金、コインがいっぱい。コインゲット。はい、次またしまじろうだよ。せーの。右から。うん。五番。右から五番目だって。1,2,3,4,5 右から5番目だね、そうだね。1おお、また1枚ゲット。何かな、見せて見せて。見えた。どんなお宝だったのかな。わあ、すごい、なんかキラキラの宝石がいっぱいついてる。ネックレスかな。素敵、いいね。じゃあ次、ミミリンやるよ。オッケー。じゃあ、ちょじょーん。左から2番目。いやー、こじくって。左から1、2。じゃん。おお、2枚引けます。ありがとう、ありがとう。いくよ。せーの、1。おお、ベルトだ。2。おお、いいねー。左から3番目。左から3番目。1,2,3。あーだねー。さっきもかっこいいと。じゃあ、いきます。じゃん。右から2番目。いきます。次、しまじろうチーム。いや、頑張って。一番左、一番左。うん、じゃあね。残念。ミミリン頑張るぞ。じゃん。右から4番目。右から 1,2,3,4 番。1枚引ける。じゃん。かっこいい車ゲット。しまじろうチームの番です。何ですか。何だった。あ、左から5番目だったのかな。おお、1枚ゲット。何のお宝かな。見せて見せて。あ、ティアラかな。すごい。じゃあ次、ミミリンの番。じゃん。右から3番目。右から1,2,3番目。じゃん。残念。じゃあこれで数えよう。いいよ。ミミリンがゲットしたのは1,2,3,4。4つゲットしたよ。6枚、0個。0だったっけ。あら、いっぱい出てきた。あ、3つあったね。3個と4個で、今日のゲームはミミリンの勝ち。イエーイ。まだやるからね。まだやるの。そっか、じゃあもっといっぱい遊ぼう。ありがとう。